こんちは。いる。相変わらず汚い家だな。ちゃんと返事してくんね。おさん。あんたまた酒飲んで寝てんのか。無職は気楽でいいね。いたいた。出かけんぞ。うっさいな。説明とかいちいちだるいから、とにかくついてこいよ。なんでお前そんな物騒なもん持ってんの？さてはお前、また手首とか切ろうとしてたってわけ。そういう傷マジで見てるだけで痛々しいからやめてくんね。そんなもん捨てろよ。いいから来い。まったくよ。せっかく綺麗な体してんのに、簡単に傷つけちゃって。だから黙ってついてこいっての。乗れ。言っとくが、明日は学校休みだからな。休校なわけねえだろ。休校じゃなくて、お前が行かないってこと。てか行かせないから。二度と帰ってこれると思うなよ。こんな夜中、眠くて事故るかと思ったけど、なんだかんだ運転してみると、ドライブは気持ちいいな。二度と帰らないって、私のことを殺す気。何言ってんの、お前。帰らないって言ったからってこと？深読みのしすぎ。何お前、ミステリーでもハマってんの？よく考えろって。お前のこと殺すメリットどこ？俺の。こんなんでも一応幼馴染だろ？そんなことするわけないだろう。随分と時間は経ったけどな。変わったよな、お前。俺もって、俺のどこが変わったんだよ。見た目だけだろ。中身は大して変わってない。確かにあんたはガキのまま。そんなこと言ってっと、ブレーキ踏むのうっかり忘れちまうぞ。本当に死んじまうかもな。俺は100歳まで生きる予定だから、そんなことはしませんがね。お前は、逆に中身が変わったよな。つうか、変えられちまったのか。そりゃそうだよな。あんな家に住んでたら、気もおかしくなるっての。死にて、死にて、うるせえな。どうせいつか人間なんて死ぬんだからよ。そんな早まんなよ。これだからネガティブってめんどくせえ。遠くまで。ひとまず目的地は海ってとこかな。確かお前好きだったろ。
せっかくだし行こうぜ。あ、そうだ。おい、後ろに積んであるバッグ見てみろ。それ、そこにあるリュック。開けてみ。よ。そう、ビビった?それ、札束。お前ら同年代の奴らが学校行ってる間に体使って稼いだ金だよ。あ、こう見えていくつか資格も取った。まあ別に資格があったところで、こんな若造を雇ってくれる会社、そんな多くないけど。あ?いや、全然めんどくはあったな。ああ。めんどかったけど、将来もっとめんどくなる方がめんどくさかったから、てか、めんどくさいって言い過ぎてわけわかんなくなってきた。その金持って、家でも借りるぞ。あ?一緒に住むんだよ。残念ながら。強制だから、お前に拒否権とかない。お前、もう人生だるくなっちゃったんだろ?じゃあ、お前の命は俺が使う。それでいいだろ。よーし。到着。ああ、疲れた。ざっと2時間くらいか。意外と近いんだな、海って。あ?何しに来た?わざわざ目的をつけるとするんなら、そうだな。お前を沈めに来た。お前がどうせ拒否言ったら、そのまま沈めてやろうと思って。ほら、よく見てみろ。あの真っ黒な海。沖の方とか眺めるとゾッとするだろう。なあ。嘘だよ。お前みたいなネガティブ野郎、海だって美味しくいただかねえよ。ほれ。あ?降りろよ。ったく。うじうじと考え事してんじゃねえぞ。似合わねえんだよ。そんな顔。まるで深いこと考えてますみたいな面しやがって。お前の頭の中は、ガキの頃から美味しいご飯と楽しいことだけだろうが頭打つと思った?もうここは辺り一帯砂浜だから、大して痛くないよ。あれ?ここって車で入っちゃダメだったのかな?まあいっか。もう考えんのもめんどくせ。なあ、すげえな。近くで見るとやっぱり迫力ある。なんか綺麗ってより怖いな。よっこらせっと。ああ。潮風感じてんだよ。せっかく人もいないみたいだし、お前も座れ。濡れてなんぼだろ、海なんだから。細かいこと気にすんなよ。はあ、
なんで私を家から連れ出したの？さ、あんましそういうの考えないな。まあ、好きなんじゃね？知らないけど。衝動的に動いてみただけだよ。人生そんなもんだろ。あ？照れてねえし。うるせえ。俺がお前のこと好きで嬉しいのか？ずっと好きでいてほしいんだったら、この手首の傷さっさと消せよ。胸がチクってすんだ。これ見ると腹立つ、ムカつく。うん、うわっ。ああ、悪い。波思ったよりこっちまで来たな。顔にかかったか？しょっぱい？海水飲むのは初めて？そりゃよかった。よく聞けよ。俺が、これからお前の初めては、全部いただいてもらう。他の誰にも譲らないから。全部の楽しいことを噛みしめて、二人で生きよう。思ったよりも楽しいことばっかだぜ、人生。